ちは。こんばんは。10分だけ寝てました、ついさっき。マジついさっき頑張ってちょっと15分伸ばしちゃったのは、もともとね実は30分に入れてたの、予約知ってた？と変えちゃった。ごめんよ。好き、嬉しい。お、帰宅お疲れ。おはよう、こんにちは。STF48 2期生の川端アナです。今日は、6周年のレッスン、一体構成とかほぼほぼ終わったので、その構成のね立ち位置をまとめていきたいと思います。みんなには言いません、内緒です、立ち位置すべて。ラックまで帰っていきます。おはようございます。今日は8時からレッスンでした。7時で起きました。えテルルテテルル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 お疲れ様、みんなお疲れ。レッスン構成のね、漏れてる？マジ？ありがとうございますありがとう。いやーやばいですよ、やっぱ一部二部が全然違うのがやばい、やばいです。6周年ASMR です。6周年一部、うん、セトリも違いますから。最初はこれね。どうやって始まるっけ、最初どうやって始まるっけ。アンビのアバターにした。お、ありがとう。お団子出た、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。お仕事終わった、お疲れ。どうやって始まるっけ、どれに書いてんだ私。うわー、どこだ、これは違う、これ2部。待って、1部どうやって、 1部の最初どんな感じ。思い出してきた。なんか若干頭の片隅に、頭の片隅って何やねん、頭の片隅にある。待って、これじゃない、あ違うわ、惜しいぞ惜しいぞ。あ思い出せない、どこに書いてる。あ待って、これじゃない、違うわ。この中のどこかに書いているんだよ、この紙の。書いてない、どうやったっけ、どうやってたんだろう。マルさん、桜ありがとう。桜桜ありがとう。しおりさん、寝坊してありがとう、パワー。やばい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 こういうことですよ皆さん。なんでメモってないの、なんなん、メモる必要がなかったってことかな。だとするとですよ、だとすると、だとすると、ですね、
まあでも最初は大丈夫。え、いや立ち位置広がってた、絶対絶対立ち位置広がってた。だからメモってるどっかに。え、持って帰ってきてないっけこれ。わあ、わあ、わあ、メモどこに書いたか分かんなくなる。あるある。金曜日公園に行きます、ありがとう。いや構成思い出せるんでしょ。立ち位置、立ち位置が思い出すとかじゃない、メモしてるのに。そのメモをどこに、どこにメモしたかがわからない。そう、小川さんに連絡したって意味ないですよ、自分の立ち位置なんだから。うーん、いろんなところの裏に書いてるから。でこれは2部ね。え、2部、あ2部、え、あ2部か。でこれは、これも2部でしょ、これも2部で、これはあー違う、これは一部なんだけど、これが一番惜しいんだよな。これ2部。え、やっぱこれじゃない、これじゃないですか。ゆきぞさん出勤ありがとう。 ST48 2期生の川端アナです。いや違う、うん、最初のブロックごっそり、ごっそりだわ。お洋服、そんなちゃんとしたお洋服着てないですいやもうめっちゃクルクルなやつだわ。あれ、そっちにも、ちょっと待ってて。カラオケに行って息をするここ何回も歌ったの。え、ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。ちょっと待ってて、何のカバンで行ったっけ。待って、私さ、あ違うわ違うわ、でも絶対ここにないとないよな、このカバンで行ったからな。最初のブロックごっそりごっそり。え、でも多分立ち位置あんまあれなんだよね、多分あれだよね、きっとそういうことだよね。変わってないのかな。いや変わったよな。いやね、最初の立ち位置だけ、それだけ分かればいいんだ。待って、あった、これだ、落ちてた、これ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 、ありました、よかった、最初から行き詰まるところだった待って、立ち位置さ、番号を誘えばさ、つけられずにさ、広くなっただけしか書いてない、広くなったしか書かれてないんだけど、広くなったで覚えとったらいいってことか。ちょっと広がったんだよね、ちょっと広がってるんですよ、最初広がって広がってる、1からスタートで普通、で次おい、いいね。え、最後って何、最後ってなんだろう、この曲の最後なんとかなんとかって番号書かれてるけどさ、
こんな場所行くっけ、最後にこんな場所行くっけ、あれ、わかりました、はいはいはい、よしよしよし、最高だぜ。そして次、間違えた、 MC を M6 って書いてた、なんか謎の、よしよし、次次次が、うー、この曲か、あ、この曲が中途半端になってる、まあ、書けるでしょう、よし、よしよしよし、ワンブロック目終了、え、私一部から書いたの失敗かも、まあ、いっか、次、M6 かっこいい、これ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 はこれは、いや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 、え、ちょっとさ、書き直そっかな、すごい太い方で書いちゃったから見えづらいわ、自分の書き方っていうのがあるから、それをさやろう、めっちゃなんかバリバリできる子みたいじゃない、よしよしよし、ちょっと待ってて、絶対誰か見られた方がき、安否寝不足、勉強配信受験生なんです、受験生なんですよ、で、しとりは次はなんだ、うん、 MC だった、いやいいですね、今回のテーマというものがね素晴らしいので、そこもぜひ、もう書けるかな、うん、いや書ける書ける書けるってしとこう、これはカンニングペーパー作ってますカンニングペーパーを作ってます今あ、え、これ移動した、あー移動して、え、こんな、え、ここに移動したっけ、あ移動した移動した、何のズルする、思い出せないときにカンニングペーパーします、あですよ、で次は、え待って、いけるかも、全然大丈夫、わこれだ、これが自分的な意外とポジション、え立ち位置が変わったやつかな、いや違うか、どうですか、ちょっと、あこれはいや、どこにあるかな、
どこに置いたんだろう。さっき見てた。さっき見かけたのに。あ、今こっちに置いちゃったやつかな。あれ？いろんなとこ書きすぎてわかんない。ねえ、いろんなとこ書かないで。あ、やべやべ、危な。あった。危ない危ない、見逃すとこだった。あー、どっか行った。あったあった。あれ、ここに書いてなかったっけ。この日のレッスンを思い出そう。この日私はどこに書いたんだろう。これこそまたぐるぐるなってるやつ書いてると思うんだけど、宝探しのクイズだよ本当に。宝くじ探しの あれだよ本当に。あー、絶対メモったのにな。メモってはいるんでしょ、メモる天才。あ、だからこれだよ、これだ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 、天才。よしよし。そう、これがねめっちゃ変わったんよ。だからちょっと惑わされないよう気をつけないと。A メロとかね、自分でね書いてると分かりやすいよね。天才だよ私。1サビはここでしょ、うんうん、ちなみにこの曲は下手ね、下手にいますよ私。2分の1の確率なんよ。あー、そうだ、そうだ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 。で大サビはここでしょ。うーわ、なんかさ新公演覚えてる気持ち。まあほぼそうだよね。新公演のさレッスン中みたいな気持ちです。であとは一緒、あとは一緒一緒一緒。よし、待って、天才。これはもういいやつ、終わったやつ。上下ハケ、上下じゃない、上下ハケ、上下ハケ。見て、ちょっと待ち時間に絵描いてた。マジ3公演やばいよ、3公演やばいです。ステージで立ち位置振り飛ぶことあります。え、なんだっけってなることあるよ、全然めっちゃありますよ。でもギリギリ思い出せる、今のところ、今のところギリギリ間に合ってる、思い出せるぐらいタイミング。もうマジでこれ以上やばいって時に思い出せれる。思い出してよかった。はい、次次。さっきあったよね、あれ、さっきあったよね、さっきあったよね。はい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 、いや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 、あれ、さっきあった、さっきあった、これか、貴様か、貴様か、違う違う、これは2部の方、2部の方だって。これはこれも2部だってば。あ、これこれこれじゃない。あ、ありました。考えれば分かることしか書いてないわ。じゃあいけますね。はい、次。うわー、この曲やるのいいよね、懐かしい、いいよね。いい。でその次が
いやいいですな。これどうやってっけ、やったっけこれ、記憶ないんだけどこの曲そんなことあるって、もうじゃあ本当に記憶ないんだけど、やったやったやった、どうやったっけ、いや、やりましたね。なんだろうこれ、神手寄りって何なんだろう、神手じゃなくて神手寄りっていうのは何なんだろう、この曲の終わり方ってどんなんやっけ、何なん神手寄りに終わるって、何なんやろ神手寄りって、何なん私の、何なんやろ神手寄り、神手寄りって何ですか、何意味、ちょっとで分からん、分からんはいいや、置いとこう。ここに一つ入れるの忘れてた。でもまだ立ち位置決まってないからいいか。次。次。え、もうですね。もうですよ、皆さん。これやったやったやった、どっかあったよ、さっきやりましたね、え違うわ、あ今日やったんだ、さっきやったさっきやったので、どれに書いたんだ私は、さっきやったんよ、さっきをさっきっていうのは、さっき一番直近のさっき、だからどれに書いてるんだ、直近よ直近、さっき見た、さっき見かけた、私書いてた、その文字見た、どこ、このその文字見たのに、なんかまた行方不明、なんなんこれ、ですよ。これか。ありました。これだー。これこれ。これこれ。よしよし、うーん確かに、よっしゃ、あこれまだいるか、よしよしよし、あったよ、いいよいいよ、もう終わるよ、おね、ポジション変わるとかもあるからね、大変、よしよしよし、きたー、最後の曲はまだやっていないので、をかけないので、このままできましたー、ちょっと青い文字できた、これが一部って書いとかないと分かんなくなりそう、これは一部、一部まとめた、やばいね、え4周年の時とかどうやって覚えてたんだろう、5周年はさワン公演だったじゃん、4周年さ2回あったじゃん、あれどうやってたんだろう、どうなんだったっけ、どうやって覚えてたんだろう、やばくない、5周年しかもさ2ヶ月ぐらい空いたからさ、めっちゃ心に余裕持ってできたんだよね、今回マジでさ最近やり始めた、最近っていうか
2日前にやり始めたばっかだからさ、余裕なんてもうね、ねえ、基本私は立って覚える派なので、感覚で覚える派なんですよ。で、わからんくなったらこれを見るっていうやり方です。私のやり方だ。はい、2部の最初の曲はこの曲、1部とは違ってね、はい、いいですね。間違えた。どうやって始まるっけ。はい、さっき見てたやつ、さっき見てたやつはどこですか。これだ、歌割りがここね。歌割りはさ、さすがに多分さ、見んでも分かるだろうからいいとして、はい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 、で次がこの曲ね。危な、題名言いそうになった。こっちのさ、歌割りのさ、漢字間違えてるのが面白くてさ、言いたくなったけど危なかったね。めっちゃ危なかった、騙されるところだった。あと9日 ?1 週間ある、全然大丈夫。やばいやばいやばい。あ、これは書いた方がいいね。8ポジです、8ポジで、どこに書いたんだろう。あ、これじゃない。イエーイ。ここはいらない。この曲さ、場所でやったっけ。やったか。もう記憶がもうダメですよ。体で覚えるタイプ。そうだよね、それが一番だよ。でもさ、入った当初はさ、ガチガチの立ち位置で覚えてたけど、今さ、若干のニュアンスでも覚えられるようになってしまったの。悪い部分でもあるよね。悪いんですよ。悪い部分だけど、そう、いいっちゃいいけどね。上手。こっから下手の方に。ポジの曲全然ありますよ。あるよあるよ。でまた上手に行くとな。だからみんないろいろ行くから会いに行くよ、いろんなところに。あ、違う、間違えた、間違えた、違うって。悲しい。書き直そっかな、書き直そう。まだこんだけしか書いてないのに。見える、ちょっとここの青い部分、2行行ったかぐらいなのに。がっつり書き直す、めっちゃ間違えたんで。やっぱね、ちょっとね、大事ですもんね。やっぱカンペなので、カンペ、やっぱカンニングペーパーはね、ちゃんとカンニングできるものじゃないとダメなので。パーパー、あぶね、あぶね。よし、実際ステージだったら距離感違うっていうのは分かる。あれってなることはあるけど、慣れてきた。だから僕隊とかさ、最初はさ、本当にさ、なんかレッスン上と違いすぎてさ、全然違う立ち位置に立ってしまうこととかあったけどさ、今やっぱり、やっぱ若干わかるようになってきたのかな、わかんないですけど。危ない、また間違えるところだった。同じ間違いをしようとした。危ね、危ない。あ、そういうこと。いろいろ覚えなきゃ。
曲名と立ち位置を書いて、桜の動画上げたらめちゃくちゃ質悪くなった気しました。見れてない、見たかった、見たかったのに、全然いいのに。で、同じって書いてこう、あ、同じじゃないっけこれ。これ何、なんだこれ、同じだっけ。いや、違う、同じじゃないのに同じって書いちゃった、ダメだよ。え、わかんない、うん、頭がパンク、無理かも。え、誰か知らない、え、これどうだっけ、同じですか。動画見た方が早いのかな。もう無理かも、多分私、多分、ダメだ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 、ガチでダメかも。もうダメかも私あ、コメント止めてた、同じだった気がする。ダンスの先生の連絡知らない、あれさっき見てた動画いなくなった、飛ばして飛ばして、なんかさ、ちょっと電波今悪いね、ごめんね、食べて使う。いや、同じじゃないね、うん、同じじゃないです。誰が同じって言った人、違いましたよ、同じじゃなかったよ、同じって、同じのとこまで書いた、同じ書いちゃったじゃん。よっしゃ、これですね、こうですね。みほりんもういないんよ、ないよ。みほりに聞いてもわからんのよ。でもギリギリセトリしとんじゃん、みほりギリギリ知っとるはず。森健銀河さん、桜ありがとう。え、これは何これ、もうやだ、もう一回書き直したいんだけど、またちょっとセトリ間違えて書き間違えちゃった。やだ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 、無理、やったけない、やだやだ。滝まってるさん、ファイトありがとう。無理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 、もう無理、やりたくないもう一回書き直すグミ持ってこい、グミがないんだわ、違う紙に書こうじゃん、グミ持ってきてよ、本当に。チョコがいいかな。グミはさ、なんかさ、糖分だけどさ、なんか地味な糖分、なんて言ったらいいんだろう、なんかさ、頭が働くようななるさ、糖分なのかわかんない、くない、なんて言ったらいいんだろうね、わかるかな、伝わる、これ、むしろさ、集中力途切れそう、
グミグミしちゃって、グミグミしちゃったらね、わかる言いたいこと。うわこの書き方天才。よしよしよし、はい、次の曲次の曲次の曲、もう間違えないから、私もう間違えないからね。でこれは、あーはいはいはい、グループね、なんとかグループ、よしで最後、最後、ん、最後ラスサビ、よしで次の曲、ウェーイ、待ってマジでいい感じ、え待っていい、天才来たー、ワンブロック、2部のワンブロックも終了、そして次、よしよしよしよっしゃよっしゃ、あ待って書いてた、なんか何これ、最後最後だよね、あああああ書き直したのに泣いちゃう、もうやれない、無理無理無理、誰かに聞くとかじゃなくて書き忘れてた、ドンマイって言葉嫌い私なんだ、大人の女性が号泣って、号泣してないだろグミプレゼント別に大丈夫ですよ、ブレちゃうこれ、ああ無理だ、今日は無理だ、今日は無理だ、諦めようと思ってしまったけど、ダメだね、多分これは書かなくても覚えてくれるかな、いや無理だよね、いや言うて私は毎回書いてもね見ないんだよね、結局何なんだろう、もったいないよね、 見ないのって、でも意外と覚えてられるからさ、今回はマジで覚えられない、今回は本当に覚えられないんだけど、ちょっと助けて誰か、そうてかさ、ん何これ、えこれうち、うちの、うちのこれか、あーはいはいはい、もういい、もういい、進めようと思う、もういいんだから、もういいんだから、間違えてもかな、かまうものか、いやこの時のレッスン私ボロボロだったわ、マジでやばいかも、なんかさ今までで一番やばいかも、私覚えること多すぎて今までで一番やばいです、で3日間で詰め込んだんだよ、すごくない、めっちゃ頑張った、1週間経った気持ち、みんなみんな頑張ったから褒めたたいて
STU 全メンバーを思ってたえるべきだ。これはすごいよ、すごいことだよ。だってさね、昨日とかも夜までレッスンあって、今日8時からレッスンだったんですよ。やばくない？えらい頑張った、全メンバー頑張った。え、最後の位置なんで書いてないの？なんで最後に位置書いてないの？まあ、いいや、わかるからね、天才だから。よしよしよし、無事無事終わり、終わった終わった、半分いった、半分いった、半分いった。あー、こっからだ、こっからだ、こっからはもう書きたくないから書かないでおこうかな。頑張って覚えてるから、もうね、これは立ち位置じゃない、ニュアンスで覚えるやつだ。よし、でこれも、これもちゃんと覚えとけばいい、サビだけ場所変えとこう、今日やったから覚えてるよ。でここでしょ、ここはちょっとね、まだやってない、これが難関、難関が難関だから2行ぐらい残しとこう。で最後ここね、え、これなんだっけ、これどうするんだっけ、何するんだっけ、え、これなんだっけ、あ、普通にやるんか。で、次これやろう、これはな、どうやってするんやっけ、普通か、え、あれ、これ、これどうやってするんやっけ、あ、普通や、普通普通で、え、待って、え、もう結構ゴール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 、待って、やばい、ゴールだ、待って、天才ゴールすぎる。きたー、よっしゃ、一旦完成、2部完成、よっしゃ、これで望めますね、望める望める、よっしゃ、あー嬉しい、シュレッダーにかかってますね、立ち位置は。え、これは残しとこうかな、できた、できた、できた、よしよし、いけるいける、もういけるよ、終わり。リクワは何もやってないです、でもいけるっしょ、リクワはいや、やばい、やばいよね、まだ何も知らない、リクワはやってないです。え、リクワやったっけ、やってない、やってない、でも見たってわからんよ、これ絶対、絶対わからん、暗号だから私の暗号だから、よっしゃー、解放か、またんな、解放解放、あー今まだいい天気ですね、うわ眠、あー最高、頑張りました、かまたんなさん。では次にね、レシートをねやっていきたいと思います。レシートをために貯めまくっていたんですよ、やばいです、3月が終わるというのにレシートをために貯めていた。今日は暖かかったかな、まあ普通じゃない、暖かく暑いわけでもなく寒くもない、
確定申告ではありません。遅くない、確定申告だったら。ボンブランさんハートありがとう。テンショングさんハートありがとう。ボンブランさんハートありがとう。コナン君の無駄遣いですね。確定申告はちゃんとしましたよ。ちゃんとしたよ。アイスボックスでレシート集めたら何になるの？何が当たるん？あれ、あんまちょっと見てないんだよね。教えて。私もアイスボックス買わないと。なんかね、 TikTok で時々回ってくるんだよね。でカロリーが低いからダイエット中のあなたもみたいな。見た。なるほどと思って見ましたよ。あ、これは違う。トゥルルトゥトゥルトゥルルルトゥ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 。これはえ、違うな。カズさん出勤ありがとう。シチューポテト頑張ったのです。ギフト券とアクスタとオンラインイベだった。私が当たっちゃったらみんな申し訳ないよ。モダンポテトさんお持ちありがとう。みんなのためにレシート集める。陸海地の曲私は知らないですよ。自然と歌すぎ。私毎日ね3回ぐらい聴いて、めっちゃ好き。踊りたい。あれあごめんしちゃった、ごめんよ。でも許して、頑張ってるんだ。最近レッスン最近レッスンいつも頑張ってるけど、3日間ねすごい怒涛にやりましたから、頭にたくさん詰め込みましたから、許して、許してにゃん。ジュー、よし、できた。全部許されます。やった。直樹さん、ハート100ありがとう。みちさん知ってるって言ってたの ?1 位の曲。あ、そうなの？キャプテン特権ですかね。私は本当に知らないですよ。その、選ばれた曲は知ってるけど、1位の曲は何か知らない。そのリクアワと同じシステムのやつ、あの AKB さんのって感じしか知らないです。だから嬉しいで。あいこも知ってるって昨日言ってたの。え ?1 位の曲ですか。えそうなの。多分違うよ。1位の順位を知ってるだけで、1位の曲、あの3位から1位はね知らないですよ。2曲以上はみんな出るから。え ?1 位の曲は絶対メンバー知らないようになってるよ。あれ違うよ、絶対順位は知ってる。その1位以外の、1位以外というかこの上位、上位は知らないですよ。ん、そうなの。私だけ知らないの私だけなんですか知らないの。その他の順位は知ってますよ。
そう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 、1から3位の曲は知ってるけど順位は知らないっていうか、そういうこと、そういうこと、そうですそうです。だから多分そういう意味で言ってると思いますよ。順位は1位の曲はこの曲ですっていうのは誰も運営しか知らないと思います。そういうことだと思いますよ。そう、難しいよね。そう、そういうことだから、そう覚えといて。変にね、変にね、あの子は知ってるよとか言ったらあれってなるから。そうだよ。3月5日私何の仕事してたんだ、思い出せない。検索だ。遡るにしかないのか。あずさん綺麗ありがとう。あ、リリーベの日3月5日、なるほどね。センキュー、めっちゃ天才だよ、最高だ。あずさん綺麗ありがとう。輸送してください。でもさ、この曲の中のどれかが1位っていうのは知ってるからさ、ちょっと不利だよちょっと不利だよね。ちょっと知ってるのでちょっとだけね、ちょっとだけ知ってるから私今日誕生日のメンバーお祝いしたよ。そうだよ。こんばんは。これだこれだこれだ。うちらが言ったやつって瀬戸内めぐりって言わないのかな。なんかさ呼び方が違う、なんかさ書き方違うけどさ、うちらはさそう教えられてるからさ、瀬戸内めぐりってなんか分かんないんだよね。なんか合ってんのかな、瀬戸内めぐりって呼んでいいのか分かんないんだよね。どうなんだろう。でもまあいいや、瀬戸内めぐりって呼んじゃおう。この日は、オーバーチェアもね入ってるかもしれないし、入ってるので、そう、さすまた。リリーベ楽しかったよね。3月か残ってんの試すぎ。だから3月1個も書いてないもん。1個もあのまとめてない、書いてないです。だからやばいですよ、溜まってますよ。そんな時間なかった、マジで。3月時間ない、いい意味で、いい意味でいい意味で、本当に嬉しい、ありがとうございます。あー、はい、はいはいはい。これはさ、これはさ出なくない、出ないですよ川又さん。え、出るっけ。いやいやいや、出ない出ない。いや、出るっけ、出るか。いいや、出しとこ、出なかったら出なかったで、へへ。ベニュー、ベニューオーワン、ドゥルル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 。え、頭から離れない。え、あー、もう私計算もできないほどあれになっているわ、やばいわ。いや大丈夫、できました。つまりですよ、つまり。あ、もうダメだ、私頭パンクしてるわ、やっぱり
いやパンクしてないと思ってたけど、やっぱりパンクしてる。頭がちょっと狂ってる狂ってます。やばいわ、記憶なくなる。マジ記憶ない、やばいわ。クリアクリア。173足す149足す128はかける、かける 0.08 は、あっくー、あれ、よしよし、え、天才、たどり着けた。わあ、自腹でもいいじゃない。いやそんな嫌ですよ、3月じゃないから大丈夫、まだ全然大丈夫けど、やっぱいつもね、私ね帰ってきてすぐにやる派だったの。でもね最近そんなね、てか泊まりが多かったからより難しかったよね。やっぱ泊まりってねやばいんですよ。泊まりがあると帰ってきて洗濯物がたまるわ、あの部屋が散らかります。一回広げた時に広がる、すぐ片付けばいいんだけどさ、寝ちゃうんだよね。帰ってきて配信、帰ってきてすぐ配信したりするじゃん。でその後あのなんだっけ、帰ってきて、でその後ね、あのそう配信して、でお風呂入るじゃん。お風呂入ったらもう片付けようと思っても片付けられない、眠すぎて。そうだからねえ、本当にねえ、みんな大変ですよ。ルールがありますけどね。でで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 。ししぶやつつ。や一日店長、よし、パッ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 パパ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 。あの渋谷ツタヤにいた、一日店長した時あるじゃないですか。あの時なんかマネージャーさんがね、てかうちらがね、あのあのあのうちらがマック食べたいってみんなに言ってたら、マック連れてってもらえたんですよ。美味しかった。出張族、あ、そうなんだ。息をするパパパおもちゃ箱みたい、パパパ、おもちゃのちゃ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 、おもちゃのちゃちゃちゃ、空にキラキラお星さま、みんなが夜に眠る頃空を飛び出して、あのお空さんがもっと出てきて、わわわ、てててりててて、ちゃ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 、おもちゃのちゃちゃちゃ、空にキラキラお星さま、みんなが一緒に眠る頃。これ違うかった、マネージャーさんも食べたくなったはず、食べなかったようちらだけしか買わなかった。みんなでシャカシャカのやつ、変なカウンター、別に変なカウンター捨てるわけじゃない、食べに食べるマックっていいよね。
おごりじゃないですよだってマネージャーさん食べてないもん。これか、おもちゃのちゃちゃちゃ、え、なんなんこれ、おもちゃのちゃ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 、おもちゃのちゃちゃちゃ、空にお星様がキラ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 リー。早く終わったんだねこれ、めっちゃ早く終わってない？なんかよくわからんねんけど、まあいいや、そう書かれとるし、このまま行こう。早く巻いて終わったんかな。全然曲ないんだけど。こんな曲ないことあるかな。まあいいや。曲ない。けどいいや。マックの今さハッピーセットドラえもんでしょ。やり食べたいんだよね。オーツーさんお餅ありがとう。でもね。買ってどうするんだろうって思ってちょっとセーブしてるよね。6番さん、レシート6番さんはいらっしゃいませんか。レシート6番いないの、どっか行っちゃった。レシート6番、レシート6番あった、見つけた。はあ、たたたたたたた、すごい、これ5時40分5時ですよ。5時に起きた、そういえば朝配信したわこの日、懐かしい。やばいね、早っ。で23時54分だよ、やばくない？やばいでしょ。5時から終電で帰ったっていう、やばくない？いちご大福パイって美味しそうだよね。食べたい。美味しそうだね。いいな。食べたことある？食べましたか？美味しそう、あれ。絶対正解じゃん。正解、正解ってなんだろう。成功？絶対美味しいよね。これ経費出なくない？出ないじゃん。もう「ちゃちゃちゃおもちゃのあれうまし？うましなんだ、いいな、食べたいわ。うましなんだ、幸せじゃん。よし、直近に来たぞ。直近だ、直近、イエイイエイイエイ。これはよし、こんばんは、ありがとうございます。ね、今ねミスド行きたい。今さ抹茶にハマってるんよ私。抹茶好きなんですよ最近。なんか抹茶が好きだからって何もしてないけど、食べてるとか抹茶のやつ食べてますみたいなのないけど、抹茶好きなんですよ。意味わからんよね、何言っとんって感じよね。自分でも何言っとんって思うよそうなんですよ。あれ、これお昼はこの日のお昼のやつはどこに行ったな。昨日のお昼のやつがないんだけど、どこ行ったっけ。大事、絶対買ったのに。ああ。これは創作の願いを出さなきゃいけない。抹茶美味しいよね。いいよね抹茶って。
絶対お昼買ったのに、これもったいない、もったいない、もったいない。抹茶のクッキー、ガレットがある。お、いちご大福パイ食べた。おお、いいね。ポンデリング、そう、抹茶のポンデリング食べたいよ。直近何買いましたか？今日おにぎり買ったよ。おにぎり以外も買ったけど、あと あれがね、最近めっちゃ好き、セブンにあるね、セブンにある、あ、なんだっけ明太子のやつなんだけど、あのね、明太子のやつなんだけど、うわ、今日朝経費出た、悔しい。あのね、これだ、レンコンの明太マヨ和え、これがめっちゃ美味しい、おすすめ、食べてほしい、私めっちゃ好きなんですよ、これめっちゃおすすめ。あれ、蓋は、これの蓋は、やだ、これが蓋なくなっちゃ、やだよ。もう私さ、目がさ、本当にさ、良くないの、癖はないけどさ、本当にさ、もう周りのもの探せないんだよ、本当に。あー、無理だ、なくなった、これなくなるのは嫌だよ、嫌だよ、嫌だよ。ミスド経費で落ちないですよ、どうなったか、菓子パンダメですよ。ないんだけど、辛くて、もう、ね、無理かも、もう無理かも、無理かも、無理かも。明日の予定来た、了解です。うん、無理かも、悲しい。なんで、なんで、今日、今日やってられない、今日やばくない、今日はね、ついてないと思う、みんなね、今日はついてないです、はっきり言うと。あとは配信中に、私今日はしたいことをしたいと思います。やっぱ今最近できていないね、部屋の片付けというものをね、やりたいと思うんですけれども。なんでない、なんでないの、ね、蓋どっか行っちゃった。もう私ね、探す能力がね、本当にね、ないんですよ。探す能力っていうのが人よりも多分少なくて、探せないんですよ。なんかリモコンとかもすぐそこにあるのを探しちゃうタイプ、わかる、なんですよね。マジで蓋ないんだけど、蓋ないとか悲しい。ねえ、こういう時さ、私いつもさ、こうやってさ、抜ける時さ、ここに置こうって思って、寝不足だからかな、そういうことかな、そういうことにしとこっかな。どこ置いたの、あんな、あんな、どこに置いたんですか、思い出せない、思い出せないじゃ済まされないですよ、思い出してくださいよって言ってください、皆さん、ワンピに。いいや、一回落ち着いてみて、癒されるものを見せようじゃないか。でーでれー、皆さんからもらった、皆さんのやつをもらってね、ファンの人にもらって書いてもらった。幸せ、うわ、笑顔になれた、皆さんありがとうございます。お尻にある？お尻ないや。もうマジで無理かも、やっていけない今日。今日は無理。今日は無理。ひろっちさん、はじめまして、ありがとう。ST48 2期生のカモタンダです。ありがとうございます。産んでないよ。産んでたらよかったのにさ。持ってた？持たないで、私のよ。さあ、レシート貼っていきましょう。ああ、またあくびちゃった、転がってるよ絶対。でも探せられない、ちょっと今日はもう無理だ。でも今日諦めちゃ絶対ダメだって分かってるから、諦めないよ。ただ一旦落ち着かせるために、ちょっとみんな面白いこと言って
今日私ダメダメだ、ダメ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 だから、脳みそが働いてないです。脳みそあるのみって感じ、存在してるだけ、何かに活用できない。あと5時間 ?1,2,3,4,5。 いやその前に寝たいけど寝れないんだろうな。だからね、そんぐらいの時間になってくるとね大丈夫なんですよ、むしろ多分ね。頭洗うすっきり。抹茶、抹茶飲みたいから持ってきて。パシリ。レッスンはこれでやってますよ。今日のレッスン着。あ、間違えた。最近の悩みはもう置く場所がなくて困ってる。最近部屋の中に紙袋が増えてきて入らないから紙袋で若干まとめてる感じあるんですけど、本当に部屋がいっぱいになってきた。収納足りない、収納が大きくないからやばいんですよ。引っ越そっかな。引っ越せない。酔っ払ってるんだったら、はぁ、これで酔っ払ってたらどうすんだよ。もう本当に面白くない。酔っ払ってないですよ。抹茶ね、この抹茶の粉もないわ、こしゃこしゃするやつもね。これいるもんがあるからね。でも言うて、プレゼントがとかじゃない、全然そういうわけじゃない。プレゼントは置く場所がむしろある。なんかさ、わかる、言いたいこと。なんか服とかがやばいかも。一旦これで、で後でレシートをあと1枚足りないのを探すと。よし、一旦活動終了。よっしゃー、みんな大きな拍手を。できました。あと蓋のペンを探すだけ。蓋のペンって何？ペンの蓋ね。反対になった。服はたくさんないとね、ダメですからね。ああ、でもね、部屋の片付けはもう多分できないから、今日はここでゆっくりしようと思う。ああ。これを開けようと思います。これは、あ、危ない、危な、超危なかった今。結構見え、危なかった、めっちゃ危なかったよ。こちらナイスターンを見たいと思います。このナイスターンは香川県のですね、あの香川県のお店を紹介している香川県の雑誌ですね。こちら毎月届くんですよ。じゃあちょっと今回も見ていこうと思います。届いてから2週間ぐらい経ったんかな、分からんけど、いい情報、耳寄りな情報をお届けします。まずは3月21日。3月21日って過ぎてる？過ぎてるね、悲しい。香川の情報をチェック。春の夢高まるせ、4月22日。お、まだじゃん。夢ターン高松1階海の広場、夢ターン高松に香川の食材を使ったスイーツ、サンド、和菓子など香川県内の天気人気店が一堂に集合します。だって、夢かぼう宝お菓子の時間、 SHUI カフェ、バスティスリー荒木、さぬき農園暮らし。めっちゃいいじゃん。じ
ぜひ香川の方は4月22、23春夢高まるし行ってみてください。夢かぼう宝さんっていうね有名なお店があるんです。ここは大福が本当に美味しいんですよ。なんか福フェスで1月に香川行った時に差し入れで夢かぼう宝さんの大福が届いたんですけど、私初めていちご大福以外を食べてめっちゃ美味しかったんですよ。でそう、真似あのダンスの先生も食べてて美味しいって言ってめっちゃ食べてた。結構いっぱいもらって、そうダンスの先生2個食べてた2個もらっていいかなって言ってたといちご大福で有名。今は春だと八朔大福、香川県産の八朔の皮を一下ずつ丁寧に剥き大福にしました。みかんとは一味違う八朔のほろ苦さと辛さ、香りをお楽しみください。だっていいですね、製品とか香川県の八朔の皮いいですね。あとは全茶いちご大福、え待ってこれ美味しそう。香りが自慢の香川県産茶、全茶って読むのかな、で作る全茶あんと大粒いちごの相性は抜群で想像を超えた味わいです。高瀬の全茶は香りが新鮮、えこれ美味しそう。全茶って読むのかな、煎茶、煎茶、煎茶いちご大福、これ美味しそう。新鮮ないちごの味の後から来る煎茶の香りをお楽しみください。これ食べたい、私これ食べたい。星つけとここれで星つけとか、ピスタチオチョコいちご大福とかあるよ、すごいね。桜ミルクプリンだって美味しそう。ぜひちょっと調べてみてください。美味しいものがいっぱいあるので。次は4月23日アスパラ大騒ぎありがてん、香川県産のアスパラガスの魅力を発信する人気イベント、今年で11年目を迎え、イベントの開催は記念すべき10回目。初めて知った、すごい。農家から直接アスパラを買ったり、人気店が作るアスパラ料理を食べれるだけでなく、ワークショップの参加やグッズも購入できるミュージックイベントのもあり、一日中楽しめるので、家路に着く頃には今まで以上にアスパラガスが好きになっていること間違いなしだって。楽しそう。アスパラの壁画、誰がアスパラをかけるかっていうイベント、アスパラファッショニストは君だ、アスパラ色を身につけてイベントに行こう、アスパラ大騒ぎ借り物競争みたいなやつ。めっちゃすごくない、このイベント、すごくない香川県もアスパラガスあるよ、そういいね、めっちゃいい、よくない、うわーこれ行きたい。4月23、うわさっきのと一緒だよ、4月23覚えとけな、みんな4月23。私も最近スペサポ更新、そうあれはしてるけど、香川のやつちょっとできてないから、これしたいですね、書きたいな、気になるからね。でも最近4月がさ、どういう予定になるか分かんないけど、落ち着いたらスペサポも、そうちょっと優先順位がねちょっとあれなので申し訳ないんですけど、最近スペサポとかもちょっとブログとかもちょっと止まってるんですけど、頑張ります、頑張ります。4月23岡山イベント、やっぱ私ですか、私岡山でイベントしますか、私はしないんじゃない、え私じゃないよね、うわめっちゃおしゃれなカフェが屋島にできてるらしいよ。難しい、ちょっと読めない、もう目がしょぼしょぼして文字が読めないうん大変だ。あ4月16日たるみの森フードマルシェ、え私さここ行ってみたいんだよね、たるみの森ってところ、めっちゃ楽しそうなんだよね。4月16だって、4月16、お餃子もあるよ、餃子もあるし、星明かりってところね、私めっちゃ可愛いなと思って、カフェ、あとはツバメファームさぬき目覚めっていうアスパラガスを使った肉巻きアスパラホットドール肉巻きアスパラだって、めっちゃ美味しそう。クレープアイスドリンク、クレープアイス、あ違うクレープアイスドリンクがあるところ、クレープ食べたい、いいね。あコッペパンサンドも売ってるって、チーズケーキもあるよ、唐揚げもあるし焼きそばもあるし、あとは香川県出身の現役女性高校生ギタリストの方も来られるよ、あと保育士ヒーローブレイクさんも来られるよ、
いいね、4月16日素晴らしい。いい、美味しそうだな。餃子いいよね、餃子好きなんだけど。安間激安だね。お腹いっぱいになるね。待って、私ここのプリン知ってるかもと思ったけど知らなかった。でもこのプリン美味しそう。四国の FM ラジオ4局と共同開発、県産品を使ったプリンが発売開始だって。これ美味しそう、すごくない？四国の FM ラジオ4局の共同作業によって生まれた四国プリン畑。プリンは豆乳をベースで作られていて、四国4県の県産品を使用したソースの味を引き立たせる。またヘルシーで体に優しいものも魅力だって。めっちゃ美味しそう。道の駅で売ってるんだって。めっちゃいいやん、これ紹介したい。香川は FM 香川からは甘酸っぱいいちごソースがまろやかな豆乳プリンがアクセントの香川県産のさぬき姫のやつで、徳島県は鳴門金時です。で高知県が文旦、で香川、愛媛県がほうじ茶だって。ほうじ茶食べたいな。いや、鳴門金時が一番食べたいかも。え、これめっちゃ食べたいんだけど、香川に行く時あるかな。これ食べたい。分担めっちゃでかい。あ、そうなの。食べたい。すごい、アスパラガスがすごいさ、ピックアップされてるよ今回。すごい、香川県の誇るさぬき目覚めって書かれてるよ。あ、今回はカフェが特集されてる。美味しそう。どこだろう、わかんないけど、なんか頭に入ってこないけど、いいね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 。今回アスパラおろしやすい。うわ、美味しそう。お花見ドライブ旅っていう、あ、香川県のお花見できる場所みたいなが紫雲出山。ファンの方最近行ってたんだよね、紫雲出山。紫雲出山はマジいいらしいね。てかメンバーSTU がなんか、あ、四国電力かなんかで行ってた桜のとこあるじゃん、あれ紫雲出山香川県でしょ。やばくない？紫雲出山の桜シーズンは3月25日が4月10日だって。え、めっちゃいいじゃん。もうちょっとじゃない？紫雲出山マジ行きたいんだけど。めっちゃ綺麗じゃない？絶対行きたい、行きたいです。あとは香川県万能池、万能公園、万能池森林公園、不動の滝カントリーパーク、善通寺、学の里、市民集いの丘公園、琴引公園、琴引公園って。あとは県立東陵公園、青の山、小通寺山、丸亀城、制御法の道の道の奉仕の道覚えられないね。栗林公園、栗林公園ね、言いますよね。四国村ミュージアム、ミュージアム、玉藻公園、指針の外伝、八島ですね、金淵森林公園、うーん、白山神社、うーん、池辺八幡門神社、うーん、港川図桜ロード、虎丸公園、前山公園って。知ってる？みんな。私あんま分かんないや。紫雲出山しか聞いたことなかった。あ、万能公園は聞いたことある。情報見どころがいろんな、香川もね、ほらこんなにたくさん覚えられないほどね、桜の見どころがあるところがありますので、ぜひ遊びに来てください。お餅ありがとう、美川さん。お餅、ドラさん、お餅ありがとう。桜なんかね、道の桜を見た。人んちじゃなくて、なんていうの、公共の場のあの桜見た。うわ、春の桜のスイーツだって。めっちゃ美味しそうなんだけど、待って、これやばい。パティスリーアキラさん、荒木さん、間違えました。パティスキー荒木さんのお店の桜白玉羽フィーユ、めっちゃ美味しそうじゃない？白玉と、うん？白玉が入ったもっちり食感とサクサクのパイ生地が相性抜群だって。
やばくない？しら桜白玉羽フィギュア。こう写真見たらやばい。顔めっちゃ可愛いし美味しそう。ゆうさく可愛い、ありがとう。ゆうさくありがとう。何フィギュア？羽フィギュア。羽？サクサクってことじゃない？知らんけど。美味しそう。うわ前の食べた美味しそう。うわ全部美味しそう。羊羹。美味しそう。あ、もうページ終わった。次は、あの、春の歓送迎会、芸会の、なんか、いい場所を進めてくれてる。しゃぶしゃぶ温野菜とか、あ、もう、ね、面白い。香川県関係ないやろって思うけどね。全通自主へ出かけようだって。あ、全通自主が、あの、あれ、スポットライト。スポットライトです。古墳巡り。香川にも古墳あるの知らんかった。全然知らんかった。愛されさぬきうどんだって。うどん、え、なにこのうどん、すごい。ちょっと喋りたい。これか、かまふくうどんってところ、かまふくうどん、のぎうどんっていうメニューがあるらしいんですけど、こののぎうどんが地鶏を使った鶏うま塩だしのうどんに鶏肉と自家製餅が乗った正統派かつオリジナリティあふれる一杯だって。え、これなんかすごくない？すごい、見て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 、みんな見て、調べて見て見て、おしゃれっていうかね、斬新、すごい美味しそう、美味しそう。これちょっと気になるから星つけとこう。星3つ。え、これも美味しそう。川川うどんっていうお店、うどん館のニューウェーブ、スパイスカレーとさぬきうどんの融合、兄弟が営むカフェのようなニューウェーブのうどん屋さん、看板メニューはキーマカレーうどんだって。キーマカレーうどんってなくない？カレーうどんあってもすごいね。今いろんなものが食べれてすごいね。ニューウェーブだね、ニューウェーブ。あ、次は春の彩りランチが来た。ランチ来たよ。おお、すごい素敵ですね。あ、素敵。古民家。お、瀬戸内フレンチ。あ、これファンの人がよく言いますよね、ここ。あ、違かった。違いました。あ、次は街中ランチガイドです。高松かな。美味しそう、美味しそう。眠すぎて美味しそうしか出てこないです。美味しそう。いいのがあったら言うね。いいのしかないんだけど、よりいいのがあったら言うね。え、美味しそう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 。あ、終わってしまった。終わった終わった。うん、あ、洋食屋チンパンジーだ。めっちゃ美味しそう、美味しそう。美容系、美容系、美容系。あ、ジム、ジム紹介、美容院紹介。あ、ウェディング、ウェディング紹介、ウェディング紹介。どこでするかっていうのをここで考える、考える考えないとね。あ、次は指輪コーナー来ました。うわ、この指輪めっちゃ綺麗。おー、いい値段ですね。めっちゃ綺麗。あ、次はドレスです。ドレス、ドレス、白、白だよね。やっぱ白が良くない？ドレス。あ、結婚してありがとう、みかんさん。私もこんな感じに綺麗なドレス着たいな、見せたいな。情報盛りだくさん。ああ、私モデルなる。いいね、着たいんだけど。着てみたくない？人生何度か着てみたいよね、何度か。やっぱ一回限りとは言うけどさ、今アイドルやってるからそれっぽいやつ着てみたいですよね。あれさ、これ毎回さ、なんかさ、間違い探しの子、今病院紹介来てる。病院紹介。次は暮らしですね。あ、お家、家具、
今はお家を紹介してくれるところ。今ゴルフ場。あ、まだゴルフ場。あ、次車。あれ、これさ、どっかにさ、これね、間違い探しがあるんですよ。やろうと思ってるんですけど、ないですか？あった。間違い探しをしたいと思います。間違い探しをしますね、今から。アイドルの特権さ、フル活用したいですよね、やっぱり。わからんな。みんなは今のスクショしてさ、ちょっと見て。スクショスクショスクショできましたか？スクショしてください。はい、これでみんなやろう。何がちょっと、あ、見つけた言って。私全然見つけられないの、こういうの得意じゃないんだよね。何一つ一緒じゃん、全部合ってるよ。これめっちゃむずいんだよね、超むずいんだよね。え、見た？鳥の数？え、鳥の数一緒だよ。量が違う。何の？え、何の何の？量？サラダの器の大きさが違う。は？トマト、トマト、トマトだ、トマトでしょ？トマトだ、トマト。よっしゃ、トマト1個なーい。ワインの量が違う。え、どれ？あー、これか。マジ分からんねんけど、私すげえ天才。サラダの器の大きさ違う、これ。一緒のように見えちゃうんだけど。私ひょうきんな彼、それが間違ってんの？合ってます。女の子の気分が違う。いや、そういう内面的なやつ。皿の大きさ、嘘。さっきも来てたけど、それどれ？サラダの、サラダの、サラダのお皿の大きさが違うの、これ。え、マジ分からん。いくつあるの？いくつあるんですか、これ。5つ。え、どれのお皿の大きさが違うん？どこが？分からん。どれどれどれ？お皿？真ん中のお皿？こ、あ、スープですか？髪の色一緒？髪ってどこですか？髪の毛の色は一緒ですね。スクショできなくて終了。はいはい、スクショスクショ。注意力が足りませんね、別に。何なんだよ。何なんだよ。え、お皿違うの、これ。マジ分からんねんけど。言われてみれば、でも言われてみればの程度じゃない？嘘、本当ですか？本当ですか？真ん中のお皿違う？じゃあ丸しとこ。分からんけど丸しとこ。言われてみればそうなのかもって思っちゃうね。でもあと2つ。お肉の何かの皿の大きさ？え、こっちの方？真ん中じゃなくて？こんばんは。ハートありがとう、サトシン。他はあと2つあるんだよ。めっちゃむずくない、これ。あ、待って、わかった。船の窓の多さ、船の窓の多さが違う。あと1個、あと1個。みんな力合わせて。グリーンピース。待って、わかった、グリーンピースだ。パセリだ、パセリ。パセリがない、こっち。あ、5つできた。やったー、地雷探し完了。激ムズだね。当たったら、これは応募してやったら、あの1万円ゲットできます。やばくない？当たったら1万円ゲットだよ。やばくない？いいね。私ナイスターンはここに飾ってます。いや、パンパンになってきた、ここ。1万円でかいよね。終了、終了です。1
万円はいいよね、すごいよね。で蓋は、蓋あった、落ちてた、やったな。イエーイ。優作結婚してありがとう、優作。綺麗な指輪待ってるね。お、好き、ありがとう、好き、ありがとう。これで安心して寝れるわ。ドゥルル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 ちょっと、じゃあもう一回充電しよう。ヘッドホンチャレンジで今日したいと思います。本日のヘッドホンチャレンジ5分後ぐらいにしたらしようかな。ネタフリアンピ、いやこれフリでしょ。テテ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 ですよ。こんばんは。わん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 。これが頭を使いすぎたらこうなるよっていう例ですね。これです、こういうことです。あんのお手で好き、いやん。配信ネブスタすぎてやばかった時ありますよ。こんなん、これはね、今は頭がパンクしてるからあれなんですけど、あれですよ、ショールームイベの朝やばいでしょ。一番最後、最終日の朝とかが一番やばいです。なんかもうどんだけまばたきをどんだけ長くできるかっていうのがポイントですから、こう。おはようございます。今日は何時まで配信します。この時間は15分だけですみたいな。どんだけ長くまばたきをできるかっていうのがあれでしたからね。小原さんハートありがとう。チャージ様。暗くなったかな。うわ、暗くなってる。ちょっとお外見てこよう。その時話したこと覚えてないですよ。うわ、めっちゃいい外。え、一番星、一番星、ガチ一番星。え、一番星だよみんな。あれめっちゃ一番星。え、なんで星だろう、気になる、調べたいんだけど。そんな時はなん、めっちゃ一番星あった。めっちゃ一番星、何回も言うようだけどめっちゃ一番星。星座表っていうのがね、私ね入れてるので、ちょっと見てくるわ。違う、固まってる。白い光の中で山並みは燃えて、空の果てまでも君は。金星だ、金星。ちょっと待ってて、金星でした。多分金星、絶対的な金星です。金星、あ、違うかも、いや分からん、ちょっと待って。
違うかも、金星じゃないわ。自由をかけるとリオ振り返り、コカブかも、コカブ。え、なわけないか、コカブなわけでもないか。めっちゃ光かかえてんだよね、周りの星が全然ないからさ、ニュアンスもわかんない。コカブだわ、コカブ。コカブです、コカブ。コカブ。金星じゃなかった。コカブでした。ね、あれ？いなくなった。あ、いなくなりました。あ、違うんかな。コカブあそこ違う、あれは何。いやでもコカブか、コカブかレグルス、どっちか。こうでしょ。アルタルスかもしれん。アルタルスかな。ちょっと外出ていい？ちょっと出ていい？ちょっと今止まってた。シリウスだ、シリウス、シリウスだよ、シリウスだ、みんなシリウス、シリウス。いやアルファード、いやシリウスだね、これは。毎回毎回さ、言うこと違うのやばくない？毎回言うの違うんだけど。金星じゃなさそう。ミッチーさんあたりがとう。じゃあ金星？あ、金星なんだ。じゃあ金星だって、やっぱり。めっちゃ一番星です。でも金星だったらあっちにあるはずだよ。私が動かしちゃったから。ちょっと硬いわ。明るくて青い、明るい。あ、黄色、金色っぽいわ、金星っぽいわ、明るいから。固まってる。タブレット重いのかな最近。金星は登るのが7時46分ぐらいらしい。金星は黄色っぽい。うん、金星だわ。金星ですね。金星でした。シーリーさんと仲は深まらないですよ、もう。もう無理ですよ。シーリーと仲良くなろうと思ってないもん。もう仲良くならないもんね。ねーだ。ということで、そうこう話しているうちにヘッドホンチャレンジをしてみたいと思います。星を見てると癒されるよね。
てん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 よいしょ、変なとこ通しちゃった。てん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 。僕体やりたいです。絶対やりたいな。よし、ヘッドホンチャレンジ。あ、その前に、はあ、ドキドキしますね。それでは行きます。あ、来てます、来てます、来てるね。これは来てる。来たですね。一番歌いましたね。進歩ですね。いい感じだった。そうなんや。あれでもっと喋れるようにね、買いたいと思います。
これの充電しながらできるちょっと長いやつ買おうと思います。エディオに行かないと、我らエディオに明日行きたいな。よかったよかったよかったならよかった。パパ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 パ、お話し会の準備しないとね。ディ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 パパ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 。充電しながらできるやつ高いんじゃない？これで千何本だったやろ。これさ、箱入れて持って行ったらさ、かえあれとかできるのかな。これじゃなくてこっちの方が、こっちが買いたいんですけどって言ってもダメなのかな。こっちがいいんです。だダメだダメだな、可愛く言ってもダメですよって言われるかな。あなたはもう買って使ったのでダメですってなるかな。いつか何か使えるからいいんだろうけど、交換できるのかな。2週間経ったよね。絶対2週間経ってないですか。1週間絶対ダメだよ。2週間も多分結構無理じゃない。2週間っていつですか。2週間前ってもう経ってるよ。私余裕で経ってます。箱とレシートありますよ。箱あるし、エディオンのあれもある。保証書レシート。いつまでとかあるんかな。蒸気が2024年ってまだまだ1年ぐらいあるってこと。1年あるやん。でも修理か、これ修理じゃないんだよね。 6,000 長いやつじゃなくていいよ全然。なあ地方大好きボーイさん、式ありがたい。修法テータ2期生のカムタンナです。アイドルオーダーの店だから、保証は1年か、返品はダメか。返品はダメなのか。未使用じゃないしね。これは我らのエディオンのあそこで買いましたよ。あそこ神谷町。そういえばね、舞台の時にみなみさんがね、そう、お仕事で行けれなくなったんだけど配信見たよって言ってね、これ LINE ギフトでプレゼントしてくださったの。しかもすごい可愛くない？パンダとかね、あるの。エディオンね、狭い、鼻だれするのにはちょっときついんですよ。あと見て、ファンの人、これ作ろうと思ってた。ファンの人にいただいたんだよね、これ作るやつ。作ろっかな、今から、そう、今から。すぐ作れるんかな。所要時間、どんぐらいだろう。ちょっと調べよう。ハーブを混ぜ合わせるときに必要って書いてるから、結構大変なのかな。じゃあ、明日やろっかな。めっちゃいい匂い。めっちゃ大変そうだわ。明日これ作りたい。めっちゃいい匂いなんだけど。
香り袋作れる。これなんかファンの人に、あ、 QR コードある、読み込む。てててててててる、息ができる、息をしよう。あさってゲバントですね。ね、優しいよね。これはなんかハーブのやつ。あ、香り袋。すごい。葉っぱを崩すやつだ。葉っぱをちぎって香りをブレンドして、すぐできそうだけど、いいや。でも、すごくない？これファンの人が買い取ったの。誰かは分かんないんですけど、これに入れる。これで綿もあって、これが葉っぱ、これも葉っぱで、これがよく分からん、これが一番なんかね、いい匂いする。これがなんだろう、ハーブですか、ハーブじゃないか、これ何、分からん。で、なんか分からん、彩り。これの2種類もらったパンです。これ作ろうと思ってた。そういや、明日作ろうかな。思い出して、みんな明日言って。で、明日やっぱやらないかもってなるかもしれないけど、そうなったらそうなったで、また4月やりますからね。しっかりとやらせていただきます。これはね、あれですよ、タンスに飾ったり、カバンに入れて香りを楽しんだり、クローゼットに入れてとか、そういう使い方ができるらしいですよ。すごいね。プレゼント見に行きたいんだけど、なかった時悲しいから行けないんだよね。でもね、直近で公演の時に行けるから、その時で行くかなって思ってます。プレゼント届いてるか楽しみ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 、あ、見て楽しみ。ちょっとこれ出す。楽しみあるよ、本当見て、出たCD。ね、めっちゃよくない。マウスこれ聞きながら通勤してる？おお、ナウネバ聞ける。そうなんですよ、ナウネバ聞けるよ。これさ、私パソコンに一回入れたんですよ。パソコン持ってて、パソコンに入れてやってるんですけど、なんかさ、難しくてさ、パソコンには入ったんだけど、パソコンでは聞けてるの。パソコンから、パソコンからさ、あのさ、スマホがさ、どうしてもさ、できなくて、どうしたらいいの？パパに聞こうと思ってたんだよね。そういえば忘れてた。配信終わったら電話しよっかな。数えきれないほどの痛みも何もかもすべて、
iPhone とつなげるどこかに設定したらいける？本当に？私 Mac ですよ。著作権の関係じゃないですね。自分の技術とかの問題。声量すごかった？何の？声量？何のだろう。これどうやってさ、そうすればいいか分かんなくてさ、難しい。私には教えてほしい。何が自分がダメなのか分かんない。いい感じのとこまでなんか調べた通りに行けたんですけど、そこから入らなくて、動機みたいなクルクルしても入ってこないくて悲しい。聞きたいのにパソコンでしかまだ聞いてない。スマホの、あのイヤホンで聞いたら絶対いいのに。 iTunes に落として iPhone に Go を捨てるんだけど入らない。 iPhone に入らない。どうしたらいいの？何があれなのか分かんないんだよね。ファイル共有できないんだよね。ファイル共有やったわ、ね、やったかな。ファイル共有いや CD ドライブ別に同期設定してるん、したんできたんですよ。そこまで、そっから入らなかったんですよ。できてないってことなのかな。ねえ、星見てた。手羽先さんフォローしたらね、帰ってきたよ。嬉しい。実践でこのこれで同期したりと、あと Wi-Fi で同期したりとか。パー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 、イエス、自分からフォローした。おはようございます。遅くないですか今日来るの。あと1分ですよ朝礼まで。もっとゆとり持って早く来てください。2時間ぶりに来たらまだ配信してた。え、2時間してますか。そっか2時間か今。パソコン直配ありがとうございます。入らなかった時に失敗しましたって出る時と出ない時と。出る時と出ない時があるのさ。食べきれないほどの。 iCloud で簡単に保存できるらしい。うん、10分前に起きるよ。ああいいですね。いいじゃん、いいじゃん。これでしょ、ほらWi-Fi が一緒、今一緒だから同期できるんだよね。あれ同期できてないですね。iCloud って何ですか。マックのミュージックの設定、Mac のミュージックの設定ね。設定行けばいいのね。設定ミュージックどこにある。そんなどこどこどこですか。ないですよ。ミュージックアプリ、そこは行ったよ。そこまで行ってるよ。パーパーパーミュージックのこれ設定、設定どこ。ミュージックの中の設定が分かんない。パパ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 、ほらここにこの曲入っているのに
同期しては iPhone に落としてない時もあるから同期ボタンを何度も置く。あ、そうなんだ。設定は一番上のミュージック書いてるところ。これ一番上のミュージック書いてるところ、ははとか言っちゃって、わかんない。一番上のリンゴマークの横、あ、これですか。あ、これ設定、これ違う、共有、そこの一般、一般あるよ、一本でどこを押せばいいって。カクカクしてる、パソコン開いたからカクカクしてる。え、みんなカクカクしてるように見えてる？私超カクカクしてる。一番上のライブラリー共有、カク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 してない、私だけか、私だけがこのカクカクしてるのか。え、一般の一番上の iCloud ミュージックライブラリーですか。これかな、これかな。エアドロップできるんですか。そうなの、どうやって。iPhone に入るはず。あ、そうなの。でも今は繋がってないかも。あ、繋がってるわ。行ったかな、行ったのかな、来てんのかな、わかんないです。ねえ、パパ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 、どうやって、どうやってエアドロップできるの。自分で作ったファイル、どうやってフォローさ作るん。ね、すごい、まだやってるんですよ、まだやってるし、パー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 、 iPhone の設定の概要の次のミュージックで。 iPhone 今こっちなんよ、悲しいぜ。こっから自力でしらやるしかないのか。これを何か、びっくりするよ、やめてくれよ、びっくりするじゃないか。他の曲は転送できてないですよ。明日は私の誕生日。そうなの、30日おめでとうだね。みちさん、連帽してありがとう。でで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 、エアドロップの仕方あった。じゃあちょっと配信終わってからちょっとやろう。これはパパのパソコンです。私のパソコンはこっちにあります。あんまり見せたことない。これはフランファランで買ったパソコンです。何も入れてないけどいっぱい入る。しかもここはスマホもここが穴開いてるから充電しながら使えるってやつで、私のパソコン Windows。 最近ちょっと使えてないです。やんなきゃなって思いながら、やんなきゃな。これすごい素晴らしい。オフィスで正面座ってる配信。あ、おはようございます。
今日お昼とか一緒にどうですか正面座ってるあの気になってるあの古墳これが私のパソコンだよ。これは見てここね、これでね、ここがねマジックテープでねこうやって立つの。ここでこうしてこうできるからパソコンがこうやってできるの。パッ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 、いきまふ、やった、ゲットだぜ。トゥ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 、あとこれが君の名の DVD。 でこれがチーカーのパソコン入れ、可愛すぎて使えてない、めっちゃ可愛い。これが僕もいつも死んだですの、台本です。いやー懐かしいね、懐かしすぎる。これもですね、これもそうです。これは仮のやつですね。でもこれはめっちゃここの裏紙をめっちゃいろんなやつに使ってます。なんかここなんかね、一時期すごいなんかこうやってやっていこうみたいな方針みたいなのを自分的に考えてて、それをメモってましたね。貴重な本です。落としてます。スパークル聞くといつも、私スパークルめっちゃ聞く。ドゥドゥドゥ、あとここ、これは香川、ここはね香川コーナーなんですけど、これですね、このファイルで香川を作ったやつ。これは覚えてくださってる方がいたら嬉しいですけど、香川の香川巡りができるっていうね本ですね、自作のやつです。ででででででで、パスポート風。ででででで、でこれが島巡り風。これは島巡り風じゃない、島巡りのやつです。香川のここはちょっとね写真をねあっちで貼ってたんですよ、加工で。これも加工でここ貼ってたんですよ。ここもちょっと時短を知ってます。ちょっと時短カーマターン、ここも時短カーマターンだ、こことここに写真貼ってここも時短カーマターンですねこれもですね、こういうのもちゃんと作ってます。ただノートもねここに全部置いてます。ジタンナちゃんです。数えきれないほどの痛みを、何もかもすべて、テレレレレレレ、あんなさ上手に歌えたらさ、もう気持ちいいも何もね爽快だろうね。トゥ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 
ドゥ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 。ではヘッドホンチャレンジいきたいと思います。成功しますようにお願いします。ダメだ、失敗だ、失敗だ、大失敗。お願いします。あー失敗です。失敗。あープツプツするね。あー無理だ、無理でした。悲しい、たけ悲しいよ。失敗。チャレンジ、テレレッテッテッテ。充電しとこ。パッ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 
あ、ご契約の内容とその後の変更の手続きに手数料がかかるかどうかのご確認でございますね。ございますね。花が詰まってきてね、しまって本当にすいません。誠に恐れ入りますが、お客様のご本人確認のためにご登録いただいておりますお名前をフルネームでお願いいたしますでしょうか。はい、あ、ありがとうございます。はいはい、あ、続きましてご登録いただいておりますご連絡先のお電話番号もお願いいたします。はい、はい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 、ありがとうございます。最後に大変恐縮でございますが、お客様の生年月日を西暦年号どちらでも結構ですのでお聞かせいただけますか。あら、今日誕生日なんですね。おめでとうございます。へい、158歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お手数おかけいたしました。お客様ご本人とのご確認完了いたしました。ありがとうございます。ご契約の内容についてお調べしております。お客様こちらご契約いただき2年以上のご契約となっておりまして、あ、間違えましたね、157年、以上のご契約となっておりまして自動的に更新されております。解約ならびに変更のお手続きの際の手数料は撤廃されましたので、契約期間の何を問わずこちらは無料でございます。変更の場合は弊社のホームページからお客様ご自身で可能でございます。しかしながら契約解約につきましてお客様の手を煩わせてしまって大変申し訳ございませんが、ご来店の上お手続きいただく必要がございます。大丈夫でしょうか。はい、うん、そうですよね、1歳から契約してくださってありがとうございます。あの解約ってことですごいこの157年間すごくあの嬉しいんですけども、すごく寂しいんですけどありがとうございます。はい、あ、はい、その際コロナ感染防止対策もございまして事前に来店予約をお願いしております。はい、ご都合がよろしい方日でご来店お待ちしております。ご来店するのは大丈夫でしょうか。あ、はい、あ、走って来られる、ありがとうございます。お気をつけてください。ご案内は以上になりますが、お客様他にご不明な点ございませんでしょうか。はい、あ、明細に料金は発生していないけれど複数契約されていると記載があるんです、気になってるんですけどということですね。なるほど、ただいまお調べいたしますので少々お待ちください。すごい台本女性向けボイスフリー台本っていうのあったじゃん。何これ、すごこんなあるのよ、すごくない。同僚先輩っていうのもある、すごくない。よ、元気か、何しに来たとか、ご挨拶だな。俺は同期としてお前が心配で来たんだよ。今日のお前様子がおかしかったじゃん。あ、何かあったと思ってさ。うわー、ずっと好きだよって書いてる。おお面白い、お話し会の台本あるのこれ。高圭さんかわいい、ありがとう、ありがとうございます。チャリで来るみたいな、ね、走ってくるみたいな。ラッパーララドゥバロリロリモカ、ララドゥバロリロリモカ、ダダビロルル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 
あ、これママにハーゲンダッツの券あげようと思ってたの忘れてた、持っていこうと思ってた。お、たかけいさんめっちゃかわいい、今日もありがとう、嬉しい、たかけいありがとう、ありがとうございます。なんかやだ、隙間やだということで今日も見に来てくださりありがとうございました。でこの後私はスマホに音楽を入れれるよう頑張りたいと思います。え、今日も1万人達成、やった、ありがとう、見てくださった方、今も見てくださってる方、コメントギフトありがとうございます。今日は頭パンクなんですけれども、お、ゾロ目惜しい、確かに、あと一人来い、一人一人だけを、一人だけを、一人だけを、そう、パンクしてたんですけど、あ、パンクが取れました。皆さんと話してたらすっきりしました。ということで今日もありがとうございます。今来たとこYMCA です。今日もね、ありがとうございます。終わり際に見れてよかった、ありがとう。ということで皆さんと楽しい時間をこれからも過ごしていけるよう、頑張っていきましょう。明日はね、ある楽しみのお仕事もあるので頑張っていきたいと思います。今日も好きでした、好きすぎて、今日も夢出てきてたの、私やった。明後日の公演行きます、楽しもうな、絶対見つける、明日も頑張ります。ガンピーさん、レンボスターありがとう、パワー。ということで早く寝たいなとか思いつつ目覚めてきた夜行性川端アンナです、よろしくお願いします。それでは今日も見てくださりありがとうございます。今日の結婚したいと思う、今日の結婚したいと思う配信、今日は結婚したいと思う配信ありがとうございます。これからもずっとスキピでいてください。ということでまたいいヘッドホンが鳴ることを祈っております。ではバイバイ、ありがとうございました、いい夜を。はい、あ、男女呼んでない、はいじゃなかった。13位30点、12位メミフィー、11位山田太郎さん、10位ドグラスさん、9位オーツーさん、8位シオリンさん、7位オカピさん、6位ドラさん、5位ウェイさん、4位アッチャさん、3位タカケイさん、2位ユウサクさん、あ、タカケイスキピー、2位ユウサクスキピー、1位マルさん大好きピー、ありがとうございます。もう最近は夜行性すぎてね、夜に片付けしたりとか夜に動くことが増えてね、全然3時まで余裕に起きれちゃうんですよ。寝れない寝れないって思っちゃうんだよね。やばいね、この夜行性直したいと思ってます。では本当にありがとうございました。皆さんは早く寝てください。はい、バイバーイ。